では守屋選手からお話を伺ってまいります。ステージ中央までお願いします。皆様お座りください。 YouTube 見てるぞ、平山声援が飛んでおります。 YouTube 見てるぞということです、平山選手。さあ、それでは改めまして、1号艇の守屋美穂選手です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もう宮島の実績は抜群の守屋選手ですけれども、はい、はい、今回引かれた73号機、はい、前傾の手応えいかがでしたですか。少し行き足に重たさがあったんですけど、はい、走り出せば気にならなかったです。数字がまあね、復勝率として 41% ということですけれども、はいはい、そのあたりに近づけそうな感じ、雰囲気はありましたか。今日乗ってみて、はい、そこを感じ取りたいなと思います。はい、何かでは重かった以外には何か特徴とか感じはありましたか。足合わせはしてないので他との比較は分からないんですけど、はいはい、記者さんや、はい、前の人の評価が高いので、はい、それを期待したいと思います。はい、さあ、ドリーム戦1号艇、はい、まあ、自力で手にしたといえばそうなんですけれども、改めてコースだけ教えてください。はい、1コースからしっかり行きたいです。はい、スタートの感じ、まあ、重さがあったとはいえ、はい、まあ、これから乗ってからだとは思うんですけれども、はい、宮島のスタートはいかがですか。少し苦手意識があったんですけど、はい、前々回ぐらいから苦手意識もなくなって、はいはい、しっかりスタートもいけるようになっていると思います。では最後になりました、ドリーム戦、はい、そして今節にかける意気込みをファンの皆さんにお願いいたします。はい、ここに立たせていただいて本当にありがとうございます。感謝してます。そろそろ飽きられないようにしっかり成長できるよう頑張りたいと思います。見ててください。はい、1号艇の守屋美穂選手でした。ありがとうございました。変わりましては2号艇の濱田有沙選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。宮島にはトークショーにも来ていただきましたし、はい、いろいろと宣伝をしていただきました。はい、その効果がありましたか。56号機いかがでしたですか。そうですね、20% 台のエンジンだったんですけど、はい、乗った感じそんな悪くない気がしたので、うん、はい、前節が、まあ、地元のゴールデンウィークシリーズで若手の、ね、津田陸斗選手という、まあ、ペラ校舎の結構エンジンだし上手な選手なので、はい、いい感じに仕上げてると思うんですけど、何か特徴はありましたか。そうですね、乗りやすさもあったので、はい、津田君がしっかり仕上げてくれてるなと思いました。ドリーム戦までは何か作業としては考えてますか。そうですね、プロペラをちょっと叩きました。あ、もう今朝叩いて、昨日。はい、でも津田君のベースで行ってます。はい、さあ、濱田選手、この56号機、スタートのしやすさに関してはどんな感じですか。そうですね、昨日ちょっとバッチリとは決めれなかったので、はい、ドリームまでにはしっかり掴んでいきたいです。では、ファンの皆さんにメッセージを一言お願いいたします。はい、この投票数は当たり前じゃないと自分でも分かっているので、しっかり結果出せるように頑張ります。はい、頑張ってください。2号艇の濱田有沙選手でした。では3号艇です、平山千佳選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、平山選手が手にした17号機は数字もね 38%、 前節船岡選手が走ってたやつなんですけども、はい、昨日の感触はいかがでしたか。すごく乗りやすかったです。乗りやすさはあって、はい、あと足的には特徴は何かありましたか。出足はいいなと思ったんですけど、はい、伸びに関しては普通かなっていう感じです。では比較的平山選手向きの前傾ってことか。はい、好きな感じです。これからはもうではプロペラ調整ぐらいになりますか。はい、同期の船岡くんがしっかり仕上げてくれてるんで、まあ、ここから微調整でいきたいと思います。じゃあ手前の足合わせ割としっかりしてそうならスタートも決めやすそう。はい、まあ、宮島が難しいので、はい、しっかり気をつけてはいきたいです。はい、では今シリーズにかける意気込みをファンの皆さんにお願いいたします。はい、本当に、たくさんのご投票ありがとうございました。恩返しできるレースができるよう頑張ります。はい、3号艇の平山千佳選手でした。ありがとうございました。4号艇の遠藤恵美選手です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。遠藤選手も数字的にはね 39% と、まあ、40% 近いエンジン、67号機ですけれども、はい、昨日の手応え教えてください。乗った体感とかはそんなめちゃくちゃいいエンジンな感じではなかったです。回転としては、まあ、上がりはどうでしたか。上がりは良かったです。では割とね、やっぱり数字的な動きを期待できそうなエンジンですね。そうですね、いい時があったみたいなので、はい、しっかり合わせたいと思います。
特徴は何かございましたか？ちょっと乗りやすいぐらいです。そこまで特徴はまだ、はい、出てないです。ではやはりドリーム戦までは外回りから。そうですね、はい、プロペラ中心に、はい、スタートの決めやすさ、宮島のスタートに関してはどうでしょう？昨日は全然わからなかったので、はい、しっかり今日合わせたいと思います。はい、はい、それではドリーム戦、そして今節にかける意気込みお願いいたします。はい、皆さんのおかげでここに来れました。全力で頑張ります。はい、4号艇は遠藤由美選手でした。そして5号艇は地元の実森美優選手です。よろしくお願いします。お願いします。手作りの杓子を持参しましたね。はい、もう片付けて後ろで、後ろに飾ってます。はい、一生祈願の杓子ですので、はい、かなりの効果があればと思うんですが、昨日の手応えはいかがでしたか？はい、乗り心地はすごく良かったです。乗り心地は良かった、はい。まあ、前節ね、ゴールデンウィークの辻選手が優勝戦に乗ってたエンジンなので、はい、まあ、ある程度信頼して乗れそうな雰囲気はありましたか？もう辻さんのエンジン引けたので、はいはい、嬉しかったです。何か特徴のある足してました？足自体は特徴はまだよくわからないんですけど、はい、とりあえず乗り心地が良かったです。ブンブン握って回るそうですね頑張ります。はい、さあ佐久間選手、まあ、地元ではありますけども、まあ、特にねスタート難しいってよく言われる宮島、はい、そこのダッシュになりますが、はい、そのあたり昨日の気配はどうですか？宮島は正直そんなに走ってないんですけど、練習とかで走ってた時を思い出してしっかりスタートは入れたいなと思います。はい、では本シリーズにかける意気込みを力強くファンの皆さんにお願いいたします。はい、私がまさかこの舞台に立てるとは思ってなくて、しかもドリームだったので本当に嬉しいです。感謝しています。皆さんの印象に残れるように一生懸命頑張りたいと思います。一節間よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。5号艇3号艇優勝でした。6号艇になります。西橋奈美選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ西橋選手は宮島もちょっとね久しぶりというか、はい、なりますけれども、はい、今回の64号機それをカバーしてくれるような手応えはございましたか？いや、シンペラに変わってたんで、はいはい、自分自身もちょっと素性が分かってないぐらいの前傾の感触やったんで、はい、今からですね。じゃあもう前傾はほぼほぼペラを叩くのに専念？そうですね、はい、ペラいつも通りの形に叩いてどう出るかなって感じなんで、もう宮島も久しぶりすぎて、はい、もう本当新人のように走ろうと思ってここに来ました。じゃあちょっと今日は試運転も増えそうですか？そうですね、はい、水面もなんかまだちょっと思い出しきれてないところあるんで、うん、しっかり水面の特徴だったりスタートだったり全て本当分かってない状態なので、はい、掴みたいと思います。そうですね、じゃあ皆様もねぜひ水面にご注目いただいて西橋選手の気配を掴み取っていただきたいと思います。それでは最後にファンの皆様に一言メッセージお願いいたします。はい、本当久しぶりのレディースオールスターだったので、こんなにもたくさんの投票をしてくださっている方が本当に、びっくりしました。ドリームにも、選出できたのでしっかり2節間頑張って走りたいと思います。ご声援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。6号艇の石橋